次に進入してきた白に衝突した車両が停止しているのが120ミリ発電所です。爆撃用ミサイルは通過連帯において隣接検討部隊の戦闘行動に密接に連携した継続的な火力支援を行う部隊であり、砲弾を高い弾道で打ち出すことにより山や建物などの裏側に隠れている敵を制圧することができます。また弾薬の装填および発射が容易なため、一定時間内に突破部隊の艦砲群と多くの砲弾を射撃することができます。射撃準備の様子をご覧ください。発射準備で迫撃砲射撃命令、前方機関射撃、目標機関銃陣地、暴力者を詳細、観測者エゴーは投薬さん、瞬発散発命令終わり。120ミリ迫撃砲射撃命令、天目標射撃、目標機関銃陣地、攻略者砲総隊、観測者 FO2、 創薬3、集中 VT3 発命令終わり。81ミリ迫撃砲は分隊長が指揮を取り、砲手、副砲手、弾薬手の合計4名で砲の設置から射撃までを行います。また砲を分解することにより GE による運搬が可能で、車両で侵入することのできない場所においても陣地を占領し射撃をすることができます。120ミリ迫撃砲は分隊長が指揮を取り、砲手、副砲手、操縦手2名の弾薬手の合計6名で砲の設置から射撃までを行います。81ミリ迫撃砲小隊特別修正、龍南瞬発創薬さん、本威嚇第15443、第25454、第35465、3発射角1070、氏名15秒前段停車装填まで。120ミリ迫撃砲小隊特別修正、龍南 VT 中濃度 30.32、 本威嚇第15409、第25417、第35425、3発射角1030、氏名15秒前段停車装填まで。それでは射撃をご覧いただきます。81ミリ迫撃砲が着圧射撃を三段山中央左に、120ミリ迫撃砲が鋭化射撃を三段山中央付近に行い、同時に弾着させる射撃要領を3回続けて行います。搬送点2種類の迫撃砲小隊による陣地変換容量の違いをご覧ください。